千葉県立浦安高等学校は千葉県浦安市開学2丁目に所在する県立高等学校。浦安市の第一機海面埋め立て事業で造成した土地に浦安市で最初に創立された高等学校である。2004年度より自己啓発指導重点校に指定され基礎学力に重点を置いた事業が少人数事業やティームティーチングで実施されている。また、 自ら学ぶ意欲を喚起するシステムの構築なども行われている。このような取り組みが学力定着に結びつき、進路決定率は90%を超える結果になって現れている。卒業生の進路は大学35%、専門学校30%、就職35%の割合。部活動でも県大会、 関東大会で高成績を収める部が増えてきた。近年、入学試験倍率は、県平均を上回っている。これを反映して、2010年度入試より1、学級増の5学級募集となった。現在は6学級240名定員となっている。広い校庭には、野球場、サッカーコートがあり、テニスコートもご面有している。また、武道場や、弓道場、 陶芸室、体育館及び、第二体育館などの施設がある。高速の指導は、厳格に行われ、頭髪指導検査では、髪色、耳にヒアスをしていないか、ブレザー、ワイシャツ、ネクタイ、ベルト、男子は、ズボンの丈を切っていないか、女子はスカートを折っていないかなどの身だし並みを検査する。そうか、腰がや、ヤシオ、吉川の各市と松部市長。 ありがとうございます。